あかず悲しくて、おんともり参りなんと泣き入りたまいて、見上げたまえれば人もなく、月の顔のみキラキラとして、夢の心地もせず、おん気配止まれる心地して、空の雲哀れにたなびけり、年頃夢のうちにも見立て祭らで、恋しゅうおぼつかなきおん様を、ほのかなれど定かに見立て祭りつるのみ、面影に覚えたまいて、我かく悲しみを極め、命尽きなんと失るを助けにかけりたまえると哀れにおぼすに、よくぞかかる騒ぎもありけると、名残頼もしゅう嬉しゅう覚えたもうこと限りなし、胸つとふたがりて、なかなかなる御心惑いに、うつつの悲しきことも打ち忘れ、夢にも御いらえ今少し聞こえずなりぬることに、ことといぶせきに、またや見えたもうことさらに寝入り、見えたもうとことさらに寝入りたまえど、さらに御恩目も泡で明け方、暁方になりにけり、限りもなく悲しくて夢覚めた後の思いですね。こういう劇的な夢が覚めた後の思いが、限りもなく悲しくって、このまま父の帝のお供に、お供をして一緒に参ろうと、泣き寝入りたまいて、泣き入りたまいて、激しくむせび泣きなさって、そして空を見上げなさるというと、あたりには人もなく、ただ煌々と照る月の顔ばかりが、月の面ばかりが明らかで、こういうところ非常に印象的ですね。澄み渡った嵐の後の月の表の実が煌々と輝いていて、さっき見た様子、さっき見た剪定の面影、それが夢の中のことだったというふうな心地も全くしない、まだその恩気配がありありと残っている気持ちがして、とどまっている気持ちがして、空の雲がしみじみと思いしみるほどに、たなびき渡っていることだった。お亡くなりになってからこの年頃、夢の中でそのお姿をお見上げ申すこともなくって、恋しく心もとなくお思い申し上げていた、そのご様子を、ほのかなれど定かに見立て祭りつるのみ、夢の中のことだから、ほのかではあるけれども、しかしまたくっきりとお見申し上げた、その、まざまざとした面影、として、思い出しなされて、自分がこんなふうに、悲しみの極みにあって、もう命も尽き果てようとしていたのを助けに、空を駆けり海を越えていらしてくださったんだということを心にしみて
ありがたくお思いになるにつけて、欲もかかる騒ぎもありけりと、こんな落雷をはじめとする天変地異の騒ぎがあったことだと、名残も楽しゅう嬉しゅう覚えたもうこと限りなし。夢の名残、夢覚めて後のその名残の思いも頼もしく嬉しくお思いになること限りもなかった。しかしまた胸つとふたがりて、その夢の後の思いが胸がぴったりと塞がった気持ちで、なかなかなる恩心惑いに、夢幻に父の帝とお会いした、その家に帰って心に起こってきた心惑い、胸に起こってきた心惑いのために、現実のこの襖の裏で起こった悲しみもすっかり忘れておしまいになって、夢の中でも答えのことを今少し申し上げることができなかったことを、胸の塞がるような思いでもう一遍姿を現してくださるか知らんと、わざと思い出深く寝入ってご覧になるけれども、一向にお目の蓋があることもなくって、そのまま夜の明け方になってしまったことだ。こんなふうな形で父の帝がありありとこの切羽詰まった源氏の悲しみの思いの中に姿を現して、そして大変な重大なことをおっしゃるわけですね。何よりもまず住吉の神の導きのままに即刻船出をして、この襖の裏を去れ、これはそのやがてそれに呼応することがすぐこの後に続いて起こってくるわけですけれども、でそれに従っていかれるわけですが、光源氏は。それからお前がこんなふうに卑怯に陥っていること、それはあるまじきことだ。ほんの小さなことの紛れの報いにしか過ぎないのだというふうに言って、そして自分も世を治めていた間、これといって失政はなかったけれども、でもおのずから犯したことがあって、つまり自然に起こってきた過ちがあって、その償いに今までいとまもなかったというふうなことを言うわけですね、その夢の中の選定が。それからさらに代理へ行って、今の帝に、朱雀の帝に申し上げるべきことがある
というふうに言うわけです。まあ、それも大体察しがつくわけですね。光源氏をこういう卑怯に苦境に陥れていることに対しての先帝としての怒りであるわけです。それからここのそのこれといって失政はなかったけれども、しかし自ずからやはりお菓子があったというふうなことと関連してですね、昔からこの引き合いに出されていること、それはこの桐壺の帝のこういうことに背景として当時の人々が感じていたであろうこと、それは源氏の時代というのは宇陀醍醐の帝の頃というふうに当時の人々の心の中ではなんとなく設定せられている時代があるわけです。その宇陀天皇から醍醐天皇にかけての時代に起こった、さっき言った醍醐の帝の失政の一つですね、それがこれはずっと後の書物に、書物としてはずっと後の書物に出てくるわけですが、文政11年江戸時代の1828年の写本なんですが、ただ研究本天神記という天神さん、菅原道真を祀った天神さんのことに関する記録なんですが、その写しの写本のできた年代が研究5年の写本なんです。1194年の写本なんです。まあ、この写本のできた年代といえども源氏物語の時代よりは200年近く後のことなんですけれども、しかし、さっき言ったように菅原道真の怨霊が、道真が亡くなった後に間もない頃から藤原氏にたたり、宮廷にたたるというのは雷になって起こったり、いろんなこう不自然な現象が起こって藤原氏の屋敷が焼けたり、あるいは病気になったりする、そういうような返事が起こる、そしてそれは道真の怨霊のたたりなんだというふうに人々が騒ぎ始める。それはもうかなり前から、当時源氏物語の時代の人々はみんなそれを知っていたはずなんですね。ですから源氏の古い注釈書あたりからそのことを、ここのことと照合することとして考えてきているわけですが、でその中にね、こんなふうに書いてあります。事柄全部読んでると長くなりますから、要点だけ言っときますと、その縁起の帝、醍醐天皇が仰せられた言葉の中に、我が生前の最も重き最上の犯罪、最長の犯罪、一番重い罪が5つあると、いつには父の法皇宇陀天皇ですね、宇陀上皇、
いつには父の法を堅炉に歩ませ立てまつり、心身を根拠せしめたりしなり、位を去られた後の宇田天皇を世に、お苦しめ申した、そのことが一つ。それから二番目には、自らは高殿に安座して父の法王を下地に据え立てまつりて、心を焦がし涙を落とさしめしなり、これもまあ一と二とは同じようなことですけれども、自分は天皇になって高殿に安座していて、父の法王を下地に据え立てまつって、心を平らかでない状態におさせ申した、あるいは涙をこぼさせ申した。これは宇田大吾、お二人の天皇のこの身代わりの頃、そういうお二人の間に心の齟齬があったわけですが、それで、3番目には、献身の罪なきに罪を行い、さらに死には、4番目には、久しく国有をむさぼりて、あまたの法を仏法を滅ぼすにあえるなり、5には、我が身の恩敵のゆえに他の衆を損害せるなり、これ生前の御罪、没後に他の方、多くの苦しみの報いを得たるなり、他の方を得たるなり、その苦を免れん善根をば、日蔵承認にぞ言いつけける。つまりそういう生前の5つの罪を天使の位についてから犯したというふうに言っているわけですが、で、このうちの2番目の、自分は高いところにいて、そして上皇に大変、法王に、大変、無念な思いをおさせ申したということ、これもその中の一つに、道真を藤原氏の意に従って左遷してしまったことが入ってきますね。それから3番目はもうピタリとそれに当たるわけですが、献身の罪を罪なきに、処断した、これは代表的なのが道真を処断したことですね。それから5番目、我が身の恩敵の家に他の衆を損害せるなり、自分の身の敵のために、自分が恨んでいる敵のために、それの巻き添えにして、罪もないものを罪に落とし入れたという、大体この3つが5つの罪を犯したと研究本天神記の中に、大吾天皇が告白せられたと言っている、その内容の中にの5つに当たるわけですね、3つに当たるわけですね。で、こんなその天神記の内容がそのまま源氏物語の頃の人の意識の中にあったかどうかは、それは分かりませんけれども、しかしすでにこういう道真に対する不当な罪を直接あるいは間接に、醍醐天皇が関係していられたということ、そのことと、この帝の告白、夢の中の告白というものとの間にある関連があることは、これはまあ考えられるわけですね。ただ源氏物語っていうのはまたそこが優れているわけですけれども、方言物語から方言平時平家、そして太平記というふうな、
まあ、その他にもまた大鏡とかいうふうなものが入ってきますけれども、そういうかなり歴史的な背景を生々しく物語の中へ入れ込んでくる、そしてそれを骨組みにして語っていくというふうなものと源氏物語とは大変やっぱり違っているわけですね。物語の語り方のありようが違っているわけです。源氏物語が優れているのはそういういわば、まあ、歴史的な歴史、文字通りの歴史とは違いますよ。しかし、歴史的な背景あるいは歴史的なあらすじ道筋というふうなものをあらわな形で語りの中へ入れてくることはないわけです。しかし同時にそういうものを背景としてこう織り込んでいく、あらわな形でなく、しかし、内的な響き合いをうまく使いながら織り込んでいっているいうことはあるわけですね。で、源氏物語はそこのところが非常にうまく叙述せられている、語られていると思います。いわゆる戦記文学のような形で、語られていたら物語としてのこの奥行きの深さ、あるいは心に響いてくるその心の響きの微妙さというふうなものがもっと単純にもっとあらわな形になってしまっただろうと思うんですけれども、そうはしていないんですね。しかし同時にふっとこうにじみ出させているところは当然ある、そこのところはやはり逃さずに感じ取っていく読み方がまた必要なんですね。で、そんなふうにしてこの父の帝の夢をまざまざと光源氏が見るわけです。それがもう決定的な須磨から明石へ移る動機になるわけですね。だから住吉の神、それから海流王、それから暴風と雷、そこにも霊的なもののなんか暗示というか軽視というかがあるわけだけど、さらにこうして夢の中で先帝が現れてこられる、そしてその行動を具体的に取るべき行動を具体的に示される